広島県にあるランプラスのトロブと申します。ショップの立ち上げのきっかけなんですけれども、最初スキー場で、アルバイトをしててスノーボードショップをねしたいなと思い始めて、まあ、スキーとかスノーボードのブーツの、まあ、インナーとか、まあ、シェルの加工、あとはインソールの加工をずっとこう勉強してて、スノーボードだけの店よりは、まあ、通年でこう、まあ、こう商品展開できるような形を取りたいと思って、夏はねあのサーフボードを置いてたり、何屋さんかわからない状態で最初4年間やってたんですね。ここの店は何屋さんなんですかっていう、スノーボードもサーフボードもランニングシューズもいますけどみたいな感じでこう迷ってた感じがちょっと引っかかってて、でそうこうしてるうちに、4年ぐらい店やった時にあの豪雨で店が浸水したんですね。で最初は呉市、広島県呉市っていうところで、まあ、僕が生まれたところなんですけども、そこで店をやってたんですけれども、まあ、あのより人口が多い広島市に移転したんです。でその移転をきっかけに、まあ、そのやってる内容の中で自分がその当時一番ハマってた、まあ、ランニング、トレルランニングに絞ろうと思ってランプラスっていう名前にしました。でランプラスっていうのは、まあ、こうランニングをすることによって何かこうプラスになることだったり、ランニングに何か付け加えてこう相乗効果があったりとか、そういう意味を込めてランプラスっていう名前にしたんですけれども、ランニングの専門店にしてからもこうインソールの加工は続けてて、膝が痛いとかいう方にはインソールをおすすめしてたんですけれども、本当にインソールで全てが解決するのかなっていう、その違和感をまあ決定的にしてくれたのがやっぱりボーントゥーランとの出会いですね。あのボーントゥーラン読んだ時に、まあ、クッション性だとかサポートっていうのはもう人の体にとってはもう最悪の良くないことというか、うん、それをすることによって足が壊れるんだよっていう内容が書かれていて、インソールなんですよ、まさにそれって。動物の中で靴を履いてるのは人間だけなんですよ。だから本来の自然の姿はあの裸足で生活してて、ただ今はねアスファルトに覆われてるんで、まあ、ちょっとこう条件は違うんですけども、トレイルだったら裸足で本来は走れるはずですよね。足は支えるのではなく鍛えることがそのこうトラブルを抱えている人の根本解決につながる。だから外から何かをするんじゃなく自分の中から変えていくことが大切だなと気づいて、でだんだんとインソールは作らなくなりましたね。でそれよりもこうより足を鍛えられるというか裸足に近い状態の靴で、本当は裸足で、まあ、生活すればいいんですけど、ただアスファルトのような硬い路面を、まあ、四六時中その上で生活してるっていうのは確かに自然ではないんですよね。ある程度のほんのわずかのクッションっていうのはどうしても必要なのかなとは思います。ただ過度なクッション性が今の靴はね、まあ、ブランド名は言いませんけども、過度なクッションをつけてるものが多いんで、それはあの体にとって良くないんじゃないかなって思って、まあ裸足にできるだけ近い靴、例えばビブラムのファイフィンガーズだとか、まあメレルイノベートあたりのかなり薄い靴を、まあ、中心にうちは置いてるんですけども、
そういうのをおすすめするようにしてて、インソールではなくベアフット系の靴を勧めるようになったんですね。そうすると、まあ、膝が痛くなくなりましたと言ってくれたんで、人の足っていうのは下方にするよりもより鍛える方向に行くべきなんだなっていうのを確信しましたね。ベアフット系の靴を販売していく中で、こう足指の筋力の大切さっていうのに気づき始めて、足中っていうね、こう日本の伝統的な履物に注目するようになって、室内用で5980円、税込みで5980円ですね、がまあまあな値段なんで、これだとその足指の筋力の大切さっていうのを伝えて広めていくにはちょっとスピード感がないなと思ったんですよ。なんでもっと安く、できれば2000円以下でこの足中を提供できないかなって考えて、それを自社で作ったんですね。足中を EVA で作ったんですよ。それを税込み1980円で販売するようになったんですね。でそれはまあ、おかげさまでも3000足以上販売できて、まあ、やっぱりそれによって足指の大切さっていうのも広めることができたし、こうろくに宣伝もしてないのにやっぱり注文は入ってくるわけですよ、インターネットの販売とかで。だからやっぱり全国にはこうそういう足の指の大切さ、指の筋力の、まあ、大切さに気づいてるというか気にしてる方が多いんだなっていうのは気づきましたね。本当は屋外で履きたいのに履けないじゃないですか、今現代で。それを屋外で履いてもらうためにオリジナル01っていう屋外で履ける足中っていうのを作ったんですね。ファイフィンガーズの取り扱いが始まって、まあ、もちろん僕自身も履いたんですね。で履いた初日は、まあ、その時僕はあんま知識なかったんで、どうだろう、5キロぐらい走ったんですかね。そしたらもう筋肉痛はひどくて、もう鍛えられる感覚は間違いなくありましたね、はい。でだいぶ慣れてきた頃に、なんかこれはなんとなくの感覚なんですけれども、なんかこう、どこまでも走り続けられるような感覚。実際は多分足疲れてるはずなんですけど、なんか疲れてないような不思議な感覚はありましたね。クッションがないからといって膝が痛くなったり腰が痛くなったり全くなかったんで、まあ、これはやっぱり自信を持っておすすめできると。インソールをこう買いに来られた方にも、裸足に近い状態のアウトソール、ミッドソール、ペラペラの薄い靴をおすすめするようになりましたね。グリップドロップのオリジナル01っていう商品を作って、まあ、もちろんランナーはもちろんなんですけども、まあ、一般の方とか、あと外反母趾とかに悩んでる方とか、外反母趾っていうのはやっぱり足指の筋力不足っていうのも原因の一つに挙げられてるんで、まあ、ターゲットは本当に無限というか、もう皆さんに履いてほしい、ですね。今開発中なのは子供靴なんですよ。実はやっぱり子供の足を守る、それはクッションで守るんではなく、こう本来の姿に戻して守るというか、あんまり変な癖もつけたくないんで、足中パーツは今入れるつもりはないんですよ。できるだけこう薄くて履きやすくて、で価格もできるだけ抑えて、やっぱり子供ってすぐ成長しますからっていう商品を今開発中です。それがグリップドロップ第2弾で、その次に、まあ、やっとなんですけども、ようやくランニングシューズを作りたいなと思ってます。ランニングに関してなんですけれども、ランナーがこう足指を鍛えるメリットとしては、
っぱりこうランニングフォームが一番だと思ってます。ランニングフォームが変わるというか、こうよくあるのが足を前に出す意識が強い、前に足を出してかかと着地っていうのが多いと思うんですけども、そういう方は足指が使えてない方が多いです。でそうではなく、しっかりとこう指まで使ってリリースするというか、で特にそれ第4指第5指外側が重要なんですけども、指まで使ってリリースすると最初こう後ろ足ができるだけ残るというか、よくあるこう横から見るとこう弓なりの姿勢で走ることができる。でそれはやっぱりこう綺麗なランニングフォームだし効率的で、はい、あの疲れにくい、でより速く走るランニングフォームだと思うんで、やっぱりこうその辺が一番のこうランナーにとっての足指を鍛えるメリットだと思います。足指を鍛えることはもちろんランナーだけに必要なことではなく、一般の人にも必要で、一番はあの指が使えてないとすごく疲れやすい。街歩いててもすぐ疲れたって言ってカフェ入る人とかいると思うんですけども、そういう方は多分ですけど足指の筋力が衰えてる方だと思います。でしっかりと足指もう本当体の土台ですから、足の指の筋力がしっかりしてるとまず疲れにくい、足が疲れにくくなります。で、やっぱり足裏の筋肉なんで結構血流量にも関係してくると思いますし、やっぱりこう冷え性の方とかは足指の筋力がない方、だからやっぱり女性に多いと思うんですよね。あれ特に女性の方は足指を鍛えた方がいいと思います。外反母趾も女性に多いのはやっぱりこう足指の筋力がこうやっぱり男性によりは筋肉が細いっていうのもあるんですけども、筋力がないっていうのもやっぱり一つの原因と言われてますんで、特に女性は足指を鍛えた方がいいと思います。で足指を鍛えることによってやっぱり土台がしっかりするんで、膝とか腰とかもこう違和感が改善していく可能性としては大いにありますんで、本当に土台を鍛えるっていうことですね。一番は、まあ、足の皮はこの状態ですね。ちょっとあれだな今日のトレイルので、指でこう握ることができるんですね。こうやって特に第5指小指側で握ることができるんで、まあ、この小指ってほとんど皆さん意識しないんですよ。これはでも履くだけでキュッと握れる。でこの要するに足の皮っていうのは握り癖をつける、こう浮いてるんじゃなく、小指は第5指は地面を捉えるんですよっていう習慣づけをするためのツールだと思っていただければいいと思います。でこれで例えば1日30分でもお家の中で履いてると、この足中を脱いだ時にもちゃんと地面を小指で捉えるようになってくるんで、これがまあ最終目標ですね。どんな靴を履いてもちゃんと小指が動くようになるっていうのが最終目標です。でこちらがあのグリップドロップ の, あのオリジナル01っていう商品なんですけれども、まあ見た目にはね旅型の靴ですね。でもちろんあの本当の長谷でこう、これ実は4つついてるのは珍しくて、受け糸がこれでサイズ調節もできるんですよ。ここで3センチぐらい幅があるんで、まあそのオリジナル01は 0.5 っていうのを作ってないんで、こう例えば 25.0 の次は 26.0 なんですね。でその点5はこちらで調節していただけるようになってます。で先ほど の, あの足中の話なんですけれども、この、まあ、これが一番の特徴だと思うんですけど、先ほどの足中のように靴の中で指を握る、指で握ることができる
なんで靴の中にこいつが入ってるっていうことですね。これで外でもこう指を鍛える、足指を鍛えることができるというのがもう最大の特徴ですね。で、まあもちろん足袋型にすることによってより指の握る意識はできますし、で、これビブラムソールです、裏は。なんで耐久性、グリップ力もすごくいいんで、まあ長く履いていただける商材ではないかなと思っております。